ちは。冬に会いたい、会いましょう。テイさんドルマありがとう。ポヤの星人さんドルマありがとう。今日髪巻きました。いや終わったの。ミは今日出ないんですよ。今日はミユメンバーじゃないので出ませんよ。ミユは愛媛と香川ですね。早くお願いします。こんばんは。ちょっとミスったんだよね今日。久しぶりに巻いたっけ。巻いたっけ。ぐちゃぐちゃになった。ちょっとテトリスファイブさんだるまありがとう。スバルだるまありがとう。星さんハートありがとう。ミポのトリカだった嬉しい、ありがとう。マキかわいい、ほんまに。ニさんスバルありがとう。あ、そうだっけ、そう昨日もね言いましたけど、私は愛媛と香川なので好きです、ありがとう。アーガンさん、テトリスパイプさんありがとう。激マくん、ニッサン、クリミーありがとう。チャンタさんありがとう。クリミー、カシアギさん、パッタジさんありがとう。チャンタさんありがとう。ミューのメールいつも嬉しい、本当にありがとう。カミテルさんありがとう。お台場と香川ではね待ってます、ありがとう。リベロさん、100回目の本もありがとう。ポチ紙大人っぽくてかわいい、ほんとに嬉しい。あんまりしないけどね、久しぶりにやりました。ポンタさん、チャンタさんありがとう。昨日カラオケで言ったアイデアとかなしぶりだったり、違う、え、すごい、え、上手だね、え、下手だよ。なんか物を見て書いたらうまく書けるんだけど、物を見ずに書いたらめっちゃ下手なんですよ。ってことで、なんか想像して何かを書けとか、なんかさ、何もお手本見ずに書けって言われたらできるんですけど、見て書いたらそれなりに。イエポンタさん、ゲヒマくんありがとう。でもめっちゃほんまに、ちょっとねキモかったのにうまく書けなかったのに、カナタめっちゃ褒めてくれた。ケンさん、200回目の本もありがとう。フラペチーノさんありがとう。フラペチーノさんありがとう。可愛いよ、よく、本当に。バタフライモンキー R さん、どれもありがとう。みはなんかめっちゃクルクルだったから、なんかお風呂上がったら巻きしようかなと思って久々に。しました。ちょっと失敗したんだよね、うまくいかんかった。マカリアタタありがとう。全国めぐりさんありがとう。あ、今日ね、昨日作ったから、あの X 投稿するので見てください。あのあれね、なんだっけ、あれ、お話し会のやつについてのやつを昨日作ってみたので、めっちゃ下手だけどね作りました。マジで見にくいと思うんですけど、かなちゃんね、すごく上手い、本当に嬉しい。
田さん、はじめまして。目当てに会ってこい。ありがとう。しら、こんにちは。もう、な夏に近いね、暑いよね、最近。サンダルもありがとう。ナイスケさん、イケメンの方もありがとう。今日の東京はマジで夏って感じ。ガチ暑いね。それはいや、まだ今日は外に出てないので分かりません。広島暑いか。武蔵野行きたい。期待しんで、ほんまに。本当にしない方がいいよ。服のセンスないので、マジでキモいと思うでもちょくちょく最近ネットで買ってるんですけど、普通に話し替え用とかじゃなくて私服で買ってるんだけど、買ってみてるんですけど、なんかもうだいぶ気持ち悪いかなみたいな。結構センスがないからね、服に。服のこだわりがなすぎて。こんにちは。どんなお洋服？ん？お、似合いそう？さっきまでユーポに頼みがあった。本当に？諦めにあってるから、ありがとう。柏木サンダルもありがとう。リエッちゃんと一緒に買い物。え、昨日リエッちゃんと服見に行ったんですよ。服とかいろいろものを。で、なんか可愛いなってお揃いにしたかったけど、今回は買わずにって感じ。パン。返信メール見てね。ありがとう。リュウさんだるま、ありがとう。今日ミューがやらないといけないことは部屋の掃除。なんで部屋の掃除をするかっていうと、なんかちょっとね、夏休みまでにお友達を家に呼びたいんですよね。いつもお友達の家行く側だからさ、呼びたいなと思って。でも汚すぎて呼べないから、ちょっと今日は綺麗にしたいなと思います。あとは何をしようとしたっけ。しないといけないことがちょっとあるんですよ、何個か。しまれさん、かみてれさん、誰もありがとう。この親友の子、まあその子もだし、他の子もいろんな子です。いろんなお友達。としまれさん、誰もありがとう。メンバーを家に呼んだことある？ないですね、さすがに。呼べないんですよね、汚すぎて。呼べないんですよ、汚すぎて。ほんまに。なんて読む？ムータメシーズンさん、漢字読めない。ありがとう、はじめまして。ほんまに家が汚いから、ちょっと呼べない。もうマジベッドしかスペースないって感じ。こんにちは。今日はこんな感じで、なんかね、部屋をさ掃除したらさ気分上がるじゃないですか。でなんか今日は髪やってメイクして、まあ家にいるだけなんですけど、やったけちょっとね気分を良くなったので、このまま部屋を掃除したいなと思って。クランちゃんの家にはよく行ってるイメージ。そりゃあね、もうほぼ毎日行ってます。でもほぼ
ぼ毎日アウスだけど、よく行きますね。こんにちは。いちごちゃんのやん、3期生のたまり場になってるね。あれじゃない、あのゆいなちゃんがめっちゃ言ってるイメージ。メンバーに片付けを手伝ってもらおう。やだよ、なんか片付け、部屋の片付けはね、一人でしたいんですよ。なんかさ、あれじゃない、わかんないじゃないですか、人んちのこれは捨てていいか捨てちゃダメかとか、わかんないし、あとなんか触られたくないっていうか、物とかがあるので、なんかフィギュアとかね、それでそういうコーナーがあるから、自分で片付けたいんですね。花火ありがとう。もうひたすら置いて、やばやばいですよ今、青い、真っ青真っ青。こちらマサさん、ハートありがとう。やばいんだよね今、足がもう真っ青紫、足動かない、本当にやばいよね。リップなくなっちゃった。部屋の掃除したら美しいもの発見して見て、なかなかははかどらん。お掃除やれる、そうなの。こんにちは、みなみさん、ほらありがとう。ゴールデンウィーク、あとは病院閉まってるところが多い。そうなんだ、私たちかわいい、ありがとう。確かにユイニョンいつも一緒に出る、一緒に出るとか、わかんない、どうなんだろうね。インパルスさん、だるまありがとう。今週何それ、なんかでもなんかあれ、よくなんか小学校の卒アルとか見てますね。今日メイクのりが良かったのでいい感じにできました。眉毛がねいい感じです。まつみさん、だるまありがとう。うん、ゴールデンギフト集めてます。村黒さん、平次さん、スノメンさんありがとう。国鹿さんありがとう。草刈りして滝痩せ出ました。暑いもんね最近。画面がほんの少し曇ってる、ガチ。なんか逆に曇っちゃったか。うんうん。なんかフォーンってしてるね、確かに。お、どうでしょうか、どうでしょうか。スティーリオープさん、100回目のほんまありがとう。ゴールデンウィークはね、これえ、わかんないんだよね、よくわかんない、なんかあるけどないみたいな、ちょっとわからない、把握してない。超かわいい、ありがとう、嬉しいですね。うん、前髪が、お前髪なし。
あるけど泣いてないよね。え、分からんのよね。知らんのよ。なんかよく分からない。なんかほんまに分からん。なんかよく分からない。なんか難しいんですよね。なんかあるけどなんかない日もあるよみたいな。はっきりしたのが分からない。こんにちは。最近メイク変えたんだよね。えいなちゃん学園ゲームでハンギョドンのリュック的なのをゲットしてた。え、なるほどね。リュックなんてあるんだ。サプチノさん、だるまありがとう。よいしょ。ちょっともう髪の毛がぐちゃぐちゃ。お風呂入りたい。さっき入ったばっかりだけど。可愛いからスクショタイムください。いつでもスクショしてください。全然可愛くない。ちょっとメイクはいつもどのぐらいで割れる。早くて30分、遅くて1時間。もう最初から丁寧にやれば1時間はかかるけど、いつも通り普通にのペースでやったら普通です。可愛いなって思った時にスクショしてください。ひたつぐさん、きっとさん、タコありがとう。すばる、だるまありがとう。怖いすぎる。アラビアンさん、フォローありがとう。コモさん、ハートありがとう。今日は15位目指します。今20位なので。ちょっと可愛いよ。ありがとう。ダー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 。動画録画するから萌えセリフ、萌えセリフ言ってほしいな。嫌です、嫌です。萌えセリフは言いませんよ。苦手なんだよね、そういうの。普通にみやぽんを見て最高のチョビになって本当に嬉しい。前が少し太くなったメイクを変えたから。もともと太いよ。眉毛は変えてない。ずっと同じだよ、いつもと。なんかもともと結構眉毛太いから剃ってるんですけど、剃ってもこんぐらい。なあ、ラーレさん、だるまありがとう。タバカン、タバカンにしてるよ。けどちょっと見にくいかもしれない。もうゴールデンウィーク入ってるの？みんな。え、まだゴールデンウィークじゃないんだけど。まだ学校がどっかであるはず。マネージャーフにやってたんだ。選手権優勝できないよ。別に優勝したくない。別に参加もしない。なんかさ、苦手なんですよね。エイポンが一番好きな髪型なんですか？髪型、時と場合、
なんか見る分にはあれが好きです。めっちゃあの可愛いらしいやつ、なんかツインテールの、ツインテールじゃないんだけど、なんか変な難しいやつ、可愛いと思います。昨日から入ってる。そうなんだ。でも昨日から入ってないんだよね、まだ。なんでかっていうと、まだ学校があるらしくて。なんかやっぱり眉マスカラ、ここのあの色を変えるやつで塗ったら多少太くなる、太く見えるかもしれない。でも細すぎるのも気持ち悪いからね。パンさんだるまありがとう。ピさんだるまありがとう。さきさん帰省がグッズ販売とか来てた。そうなの。こんにちは。水木は仕事では。そうなんだ。え、どうだっけな、わかんない。くしゃぎさんだるまありがとう。リップのナチュラル感も、ナチュラル感っていうかリップを塗ってないですね、普通に。かわいいね、ありがとう。ゴールデンウィーク中央に北海道旅行、ゴールデンウィーク来たら鹿児島旅行。いいなぁ、すごいね、端から端に行くんだね。北海道行ったことないから行きたいですね。10連休いいなぁ。リップも可愛い。本当に思ってますか。マジで色ない、気まず。学校の修学旅行はどこでしたか。小学校の時が山口ですね。コロナ禍だったから山口でしたね、隣ので。もうすぐ中学校の修学旅行があるけど、それはまだシークレットです。 YouTube だめ。くまねばばさんだるまありがとう。自分は30日と1日と普通に普通か仕事です。なるほどね。ランダムクリアファイルミュポン来た。本当にありがとう。ミュポンのすべてがかわいい、嬉しい。そんな言われてこちら側も嬉しいです。香川2泊3日するから今から準備してる。もう、え、もう今から準備してんの、すごいね。山口では普通に何も食べなかった。何もなんかね、食べ物は食べてない、食べてないっけ、食べてないです。旅館行ってみたいな、1泊2日だった気がした。私には本当に似合わないです、本気で似合わない。でも中学入る前まではずっとおでこ出しでした。前髪なかったんだけど作りました。あなた料理で頼んだ、違う違う、その山口の特製のっていうか山口でしか食べれないものは出てないってこと。例えば200メガかな、わかんない。ひまちゃんさんハートありがとう。まだ広島に行ったことないから行ってみたい、行きたい。ぜひぜひ待ってます。広島は美味しいものもいっぱいあるし、いろんなものいっぱいあるので来てください。こんにちは。今ゴールデンウィークの日か、なんかキラキラのキラキラゴールデンウィークギフト集めてるので
ぜひお願いします。あ、ごめん、自分の肉やすく、いや違う違う違う、メイの語彙力がないだけなので気にしないでね。ハッシュタグともちさんハートありがとう、ひらつぐサンダルもありがとう、みやぱもめっちゃ可愛いです、ありがとう、嬉しいです、そんな言ってもらえて嬉しい。みやぱんとが違うみたいで、今の前髪上げてるのめっちゃ可愛いと、ありがとうございます、久々にしましたね。はじめまして、可愛いですね、ありがとう。次に広島に行ったら巻き壺でお好み焼きを食べるのが目標だよ。いやほんまに食べてほしいですね、今日も大好き、ありがとう。アイライン少し長めに描いたの、いつもと同じかな、いつもこんぐらいかも、ワンチャン少し長いぐらいかな、なたなたアイラインいつも長い、今から広島風お好み焼きを作ろうと思います。広島風お好み焼きいいと思います。コスタサンダルもありがとう。あ、そうですよ、8月11日12日に広島で浴衣のね話し会があると思うんですけど、その時に8月11日が私のお誕生日なので、皆さん完売目標なので、ぜひお誕生日応援お願いします、待ってます、皆さんぜひ、これ結構ほんまにガチで待ってます。いや可愛い、ありがとう。ちょっとまつげが気持ち悪い、ここは生えてない、分量ミスった、ここもちょっとここが生えてないですね、めっちゃ色くない、広島話し会申し込んだ、ありがとう、ぜひよかったら11日完売させたので応援お願いします、応援っていうか待ってます、みんな。カニシカさんハートありがとう、アキピさんダルマありがとう、アイラインも少しありがとう。広島県民は広島風お好み焼き食べますか、広島風っていうか広島のお好み焼き食べますかっていうか、それしか知らない、でもでかい嘘、コンタクト入れてるんだよね、目悪いから、見えるかなこの透明のコンタクトが、11日申し込んだよ、ありがとう、嬉しい、としぼさんだるまありがとう、目がきれい、ありがとう。汁なし担々麺は食べれますか、え、担々麺ってあの辛いやつですか、辛いやつなら食べれない、普通のお好み焼きは麺が入ってないけど、広島のか麺が入ってる、え、みゆ広島のやつしか食べたことないんですよ、じゃあ今日からん、でもなんか食べんでもわかるけど、絶対見た目も中身も全部広島の方が絶対美味しいと思う、全部頑張ってください、頑張ります、切れるのに髪ありがとう、まつげバッチリ、そりゃあね、 Y さんハートありがとう、みゆのチャームポイント、まつげまつげと涙袋、ミューポンは美人さんになる予感、本当に可愛い系じゃなくて美人さん、
司会あんまりさんができる日が少ないからピーポンに忘れられるかも。いや忘れないですよ。忘れてたことがありますか。くるみちゃんだるまありがとう。ブリッジから体をくすんのすごかった。いや普通だよ。20アームでバッテリーの持ったさやさないといけないので落ちます。はい、ありがとう。巻きそばってやっぱりトッピングうどんです。絶対うどんかそばなら絶対うどん。うどんもちチーズ大好き。話し会はどんなお話をしたらいいですか。私人生の中話してください。なんかミユに聞きたいこととか話したいことがあるならその話を話しかけてくれればそれに答えるし、それからどんどん話を発展させるけど、もしね、どういう話をすればいいか分かんないって方だったらミユの方からねいっぱい話しかけますので待ってます。ギフト、うん、季節のギフトで応援お願いします。イベント達成させたいし3位までに入りたいので。今は何位かな。魚ちゃん描いた絵どうでした。一番ブリティッシュとしてフォトアブ打撃からの腰から崩れ落ちました。まあ練習すればできますね。トムチーズそうかわいい、ありがとう。はいね、でも今回は本当にあまり行けないかも。いやでもこうやってね今言ってくれたから把握したので。うちもそうだよ。頑張ってくださいな。頑張ります。自分で焼くスタイルって面白い。そうなんだ。としさん、はじめまして。あ、そう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 、昨日ねパルコのねSTU のなんかメンバーの好きな曲とかが展示されてある曲を曲のやつとかを見に行ったんですね昨日。よかったな。じゃあ写真撮ってきました。今日はもうお出かけしないの。しないと思います。今日はもうずっと家にいましたね。ずっと家にいました。でももしかしたらワンちゃんのお散歩行くかも。いや行くと思うんだけど。カワピンありがとう。ピーさんありがとう。タコこんにちは。ありがとう。なかなかこうやってさゆっくり配信できる時間がないから嬉しいです。カゴピンダルもありがとう。いつも朝とかしかできないので。最近なんか水が好きでめっちゃ水めっちゃ飲んでるんだけど。サミキエゼインじゃなくてソルトっていう一番下の一番ちっちゃい子はまだリードがちっちゃすぎてなんかないから、ないからっていうか普通にあんまり歩けないからあの子は行かないんだけど、とりあえずチロルっていう真ん中の子に行ってラマくん行くかな。アンちゃんサミキエットさんも大変じゃない。
まあ、ソルトがまだ大きくなってないっけね。現在17位、今日15位目指してるので応援お願いします。エフェクトロさん、だるまありがとう。ぜひ金のだるまで応援お願いします。話からシングル1面15秒だけど、うん、でもなんか少し長いらしいですよね。これからみーぽんのことについて勉強してもっと知れるようにしますね。ありがとう。ぜひぜひぜひ。キャンペーン中なのでゴールデンギフト、季節のギフトで応援お願いします。そう、水おいしいよね。アスさん、ハートありがとう。ビードルさん、はじめまして。カゴピン、ダルマありがとう。ドロ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 、アスさん、ハートありがとう。髪伸びたね。確かに髪切りたいな。今日も可愛い、ありがとう。でも来年ぐらいまでには髪の毛切りたいなと思ってる。まだ何もマネージャーさんと話してないけど、来年ぐらいまでには髪の毛が切りたいんですよね。来年までには、今年の夏ぐらいにはもう切りたいボブにしたいです。こんぐらいにしたいんですよね。今日ちょっとギャルっぽい。どこがどこがマジでどこがすぎて。成人式目指し続けてみれば、いやいやいや、でも絶対そろそろ、そろそろじゃない、夏ぐらいには飽きる気がします。ボブにしたいと思います。まだわからん。なんか前美容院の人に、髪の毛短い方が骨格っていうか顔の骨格的に似合うと思いますって言われたんですよ。今までショートカット、ショートカットじゃなくてボブ、ショートカットはもうこうじゃん、じゃボブにしたいんですね。なんかボブにはしたことないです。肩になんか何セミロングってぐらいにはしたことあるんだけど、ボブにはしたことない系にしたいんですよね。ちっちゃい頃もやったことない。ゲータリング、回転寿司。そう、髪の毛を切るときは許可が必要なんですけど、でもなんか今じゃなくて、今はもうちょっと伸ばして、ボブにしたら間違いなくおします。絶対ですね、絶対言いましたね。もう約束してくれなきゃね。でもなんかやったことないから、人生で似合うか分かんないっていうのと、やっぱりロングがいいいやまだロングです。どんな髪型でも押します。嬉しい。そう、そういうこと、そういうことを言ってほしい。そういうこと言わなきゃ。
髪染めたらしばくいや、いつかは染めますよ。今じゃなくて、いつか、いつか染めます。いや、普通にね、季節のギフト、どれも可愛いけど、ミーパンどれが好き。え、みゆ、まだだるまとくまちゃんしか見たことないんだよね。どんな髪型でも大好き、ありがとう。染めるなら何色にしたい。この眉毛ぐらいのなんかミルキティ色にしたい。目元めっちゃ綺麗すぎる、嬉しい。金髪も似合いそうな気がする。ガチ金髪は結構勇気ですね。勇気が必要。白はちょっとね、抵抗ある。あつぽん、こんにちは。でも真っ黒なので、地毛がインナーとかも可愛いかもね。髪の毛を切りたすぎて今はそれしか考えられません。こんにちは。早く切りたいなって。なんかもうめっちゃ究極の長さまで一生伸ばすか、ボブにするかの、なんか長いんだったら長くて短いんだったら短いにしたい。ひーちゃんぐらいにしたいの。なんかね、肩につくかつかないかぐらい。なんかついたらあれじゃないですか、なんかついたらめっちゃ跳ねるから、つかない、マジつかないぐらいだけどボブって感じでも短すぎないみたいな。ひーちゃんよりは長いけどぐらい。お尻まで伸ばして、いやーそれは長すぎ。熱い熱い。もっちーさんハートありがとう。黒髪羨ましい本当に。でもね、ちょっとね、茶色い部分があるんだよね。クリクリクリ、明日を照らす光の霧に泣くの、ああクリクリ。今日も暑いから水分をこまめにしてにゃん。ありがとう。熱中症に気をつけて過ごしてね。はい。それかもう、なんかもうショートみたいな、ショートこんな。研究生で一番髪の毛が短いのは誰かな。ひーたんじゃない、間違えた、ひーちゃんじゃない。ひろしさんだるま、ありがとう。キラキラ届け、ありがとう。
ずっと頭の中で歌えるやつ流れてます。でも結構中毒性あるよね。悲しいバニドン、ユニアンだるま、ありがとう。昨日見た夢、その面白さを。今日ツアーの物販に緊急性がしそうなんだ。ユニアンだるま、ありがとう。昨日見た夢、その面白さ。見てください、この汚さ。最初のセリフ、ゆたり立つした経験ありますか。ゆたり立つ、綺麗、本当に汚いよね。ゆたり立つした経験ありますか。ゆたりダンス、これで自分の魂が体から抜け出てる影響の、そんな様子を客観的に眺めている感じ。あれって練習次第で綺麗になるの知ってました。おつぽん、この MV を撮ってくれる AD さん、どんな人なの。わかんないんだよね。どの人が撮ってくれるのかわかんないんだよね。わかんない。自分のとこなんか中学と高校の教科書はたくさん。みもありますよ、いっぱい。みゆの部屋出て奥に。今日のメイクのポイ、いつもと同じ。最近メイク変えたけど、前髪上げてるからかな。初めて歌えるやつ、この縛りの歌詞を見た時はどう思いました。なんか謎になったかな。って思った。なんか不思議だなって思った。でも音程、なんか最初聞いてて何これみたいな思ったけど、でもなんか慣れたらっていうか、どんどんずっと聞いてたらハマったっていうか、音程が面白くて。こちら、番組の最後にチャットエディさんって。そうなんだ。ビーボン帰った後、マジ。生放送のやつ見てたんだけどね。見ましたよ、目があったと。おつぽん、みゆの顔ってなんて言うんですか。卵型、逆卵型。こんにちは、こんにちは。前髪をまとめの AD さんが作ったメンバーをバズるかも。前髪をまとめ、ドゥ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 シュチュシュチュシュチュ、
りも覚えたいので TGC の時のパフォーマンスを見ながら練習してます。ぜひ覚えてください。金縛りとは全然違うよね。でなんかいなくて起きてる、ここでずっと歌ってるのに私何も気づいてない。じゃあここにいる私は誰。幽体離脱は訓練したい。好きな時いつでも抜け出せるよ。ことマイクの持ち替えがめっちゃいい。過去と現在と未来がねじ曲がった瞬間、どこにもいない私がいる。物語ですね、本当に。ミーポンとマンツーマンとしてもらいたい。マンツーマン、教え方下手だけど大丈夫。恋もどこからが似ている気がする。こんなに一生懸命なのに気持ちと何かが合ってない。口の動きがシンクロしない。3周年ツアー前にアイショル、うん、そうですね。ミーポン体幹が素敵やしダンス好きやから大丈夫です。教え方下手でも。永田さんだるまありがとう。じゃあ今日なんかちょっとメイクいい感じだからいっぱい写真撮ろう。んーやばい、足がもう熱い。本当にやばい気がするんだけど歩けないんだよ。鈴木一郎さん200回目の前ありがとう。横浜暑かった。いや今日全国的に全部暑そうですよね。かゆ痛い。ひろしさんだるまありがとう。今ゴールデンウィークのギフトを集めてます。あの金のゴールデンのギフトを集めているので、よければゴールデンのギフトで、ゴールドのギフトでお願いします。昨日リビングでそうしたムカデがいました。え、ムカデって家で出るんですか。ひろしさんありがとう。かにしかさんありがとう。18、そう今の季節のギフトがゴールドギフトなんですよ。ムカデね、ムカデ家で出るんだ。出たことあるよ、ビビった。ルンベイさん、だるまありがとう。このやっと金だからどの季節だかわかんない。しかし素材なんだろうね。ゴールデンウィークだからゴールド。メイク気合入ってるね。入ってない。なんかうまくいっただけです。髪もやったけど、もうお風呂入っていろんなやらないといけないことやって、もうちょっと今日は早くお休みします。ピさんだるまありがとう。なになにな、君を思うよ、なになによ、一人じゃないね。 Good.
宿題ね、なんかね、わかんない、ね、はい、課題の範囲表もらったんだけど、その課題を全部学校にあるから取ってこんといけん。だらやりなだらなら、さくさんはたありがとう。どんどん暑くなるから体調には、え、優勝、あ、消えた、気をつけてね、ありがとう。としまるさん優勝ありがとう、優勝ありがとう。初めて見た。勉強大変だね、えらい大変です、めちゃくちゃ。でもね、もう受験生、受験ね、みさんに会える人もいるけど、人を気をしてるみさんもいるから、みさん全部好きとは言えない。まあね、考え方ですよね。ミさんです、何か水ミルクさん、だるま、ありがとう。皆さん、トゥデイクスにね、ポストするので見てください。あのこと、話し会についてのことをちょっといろいろ書くので、皆さんぜひ待ってます、待ってますっていうか、みゆの誕生日11日なんですけど、完売させたいのでお話し会待ってます。でも面白いよね、ゴールデンウィークだからゴールドって面白くない？面白くないかな。初めて見る、なんか理解できなくて最初、理解した時、え？笑っちゃったよね普通に。スニーさん、ハタ、花ありがとう、ハートこんにちは。こんにちは。待って、サンダルマありがとう。ゴールデンダルマとか、ゴールデンゴールドのギフト集めてるので応援お願いします。輝きダンスストーリー、最後ピンにタッタランタラタタタ、これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと、主演はもちろんなんだっけ、僕は監督でカメラマン、ゴールデンウィークだからギフトまでゴールド、そのまま面白いよね。こんにちは、エジータだるまありがとう。スピンも変わっちゃうけど今も変わっちゃう、ありがとう。だるま集めてます。達成したいし3位までに入りたいので
はい、お願いします。今ね、何位だっけ、18位なので。あつぽん、徳谷さん、さっぱりしました。いいね。ライン画面ないと一気に大人っぽくなるよね。え、タコ、ありがとう。可愛いというより美しい。本当に嬉しいですね。ライジータン、タコかけ10、ありがとう。コロコロ、ありがとうございます。イベント達成は季節のギフト全部対象です。ランキングは金のだるまです。応援お願いします。サンダルマ、ありがとう。ピサン、ダルマありがとう、いっぱい。長吉さん、ダルマありがとう。投げちゃう、ありがとう。これ投げちゃうじゃない、じゃないです。こんにちは。ハチさん、ハートありがとう。かけ場、会場で選んだマックリルカードミューポン出てました。おー、ありがとう。なんかみんなミューポン出てない、嬉しい。久しぶりやからタコ踊りして。やっぱ安心して、 NMB の方も漢字苦手だから。本当にミア苦手じゃないんですよ。一緒に行ってきます、ありがとう。アイワさん、ハートありがとう。暑い、もう夏です。ほんまに暑い、暑すぎて暑いよね。燃えたのにもうほぼ巻き取れてる。漢字分からなくなったら僕に頼ってね。ミーポンはただ天才の出来です。天才なんですか、思ってるかな、ちゃんと。思ってる、ありがとう。こんにちは。なーなーなーになー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 、いや、ちょっと違う、でもか、え、なにこれ、え、ねえ、ちょっと待って、スクショできなかった。今リアチューたちがお出迎えしてます。エジータありがとう。ちょっとスクショできなかった。何
ありがとう。スクショできませんでした。ありがとう。I love you. Thank you. もう一度だけやれ。ありがとう。スクショします、ちゃんと。切っちゃった。電源切っちゃった。気まず。ありがとう。電源切っちゃったよ。ありがとうございます。ちょっと気まずい。電源切っちゃった。難しいよね、スクショって。間違えた。ありがとう。じゃあこうやって iPhone こうやって両方でこうやって押すんですけど、こっちの方が強く押しちゃって電源切っちゃった。ね、アミポの動画ポストしてきたから後で見てね。後で見ます。ありがとう。 You can win this time. みんな急に枕が違うだけ切っちゃったの、電源。3期研究生がパニアクラスじゃなくても3期のグッズ買う人いるし。なるほどね。こんにちは。ゴールデンウィークのギフト、ゴールドギフト集めてるのでぜひ応援お願いします。こんにちは。アカペラでいいかな、言い方だし。今喉痛いけ、ちょっとごめん。ゼロさん、誰もありがとう。イケメンさん、誰もありがとう。ゴールド、ヨマイクさん、だるま、ありがとう。だるま集めてます。こんにちは。ピさん、だるま、ありがとう。嬉しい。ありがとう、だるまいっぱい。嬉しい。ズボン。手でかいんだよね、めっちゃ実は。こんにちは。でかくない？
ドゥ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 、こんにちは、ピンキーサールさん、ピンク、ん、はじめまして、こんにちは、ユニオンハートありがとう。今日も寝て終わりそうな休日、休日ってでもそんなもんだよね。健坊さん、ハートありがとう。健坊さん、だるま、ありがとう。嬉しいです。17位、13日から中間頑張る、17日は球技大会参加する、頑張って健坊さん、ピカピカありがとう。もう中間の季節なの？中間テスト、健坊さん、虹色の星ありがとう。西川さん、だるま、ありがとう。13位、ひろしさん、12位、くまねパパさん、11位、ぽよん星人さん、10位、激まくん、9位、ひろつぐさん、8位、かしわぎさん、7位、ロラクロさん、6位、かごぴん、5位、ちゃんたさん、4位、かにしかさん、3位としまるさん、2位ぴさん、1位はあやじたんでした。配信見に来てくれてありがとう。けんぼうさん、だるまありがとう。すばるだるまありがとう。ありがとうございます。明日はね、どうしようかな、まだわかんないんだけど、明日も待ちしてます。いきなり素敵ありがとう、バイバイ。